宇野線宇野線は、岡山県岡山市北区の岡山駅から、岡山県玉野市の宇野駅に至る、西日本旅客鉄道 JR 西日本の鉄道路線、幹線である。宇野港線という愛称が2016年3月26日から、使用されている。かつて、四国と本州を行き来していた、向こ連絡線との接続路線として賑わった。 瀬戸大橋開通後も、岡山駅茶屋町駅間は、瀬戸大橋を渡る本市備山線のアプローチ線として、引き続き本市連絡の使命を追っており、本市備山線、予算線を含めた岡山駅高松駅間に、瀬戸大橋線という愛称が付けられている。茶屋町駅、宇野駅間は、玉野市との都市間輸送中心の路線となった。2016年3月26日からは、 岡山駅、宇野駅間に対しても、宇野港線の愛称が使用されている。A 字表記は、宇野ポートラインとなっている。全区間を JR 西日本岡山支社が管轄している。岡山支社管内では、独自にラインカラーとして、青、本市備山線と共通が設定されていたが、2016年3月26日からは、前期の愛称とともに、新たなラインカーと、 路線記号が導入され、宇野線、宇野港線としては水色、L、瀬戸大橋線としては青色、M となっている。岡山駅茶屋町駅間は IC 乗車カード、愛イ家のエリアとなっている。2019年春には茶屋町駅、宇野駅間でも愛イ家などの IC 乗車カードが利用できるようになる予定である。岡山駅を出ると古線橋をくぐってすぐに 山陽本線を越えるため、単線の築地区定を上り始める。岡山駅の西側にある、電流線を左手に眺めながら、左へカーブする。山陽本線を越えて、山陽新幹線をくぐると、高架線になり、南下を始める。市街地を走行するためホテルや雑居ビル、マンションなど、高層の建物が目立つ。岡山県道21号岡山小島線と交差する。 病院付近から伏線になるが、ここから再び単線になる場所までが大本駅の構内となる。大本駅のホームを通過し、右にカーブして、右手にベスト電機が入居するヨッピングモール、岡山モールとエディオンが見えて、単線区間になると効果を折り始める。この周辺は、宇野線の高架が岡山市北区家中野と南区家中野の境目となっており、 岡山モールがある高架線西側が北区下中野、日産自動車のショールームがある高架線東側が南区下中野となっている。高架を降りるとすぐに備前西市駅で同駅構内で国道2号岡山バイパスをくぐる。笹ヶ瀬川を渡って地区定を降りると瀬尾駅構内の伏線区間を走行し周辺は田畑も目立つようになる。右にカーブすると 瀬尾駅で、すぐに、単線区間を走行し、今度はほぼ西向きに進路を変える。片面ホームの備中美ュ島ノ駅を過ぎて、高架橋をくぐると、再び伏線になり、林間駅構内に入る。左へカーブして、林間駅を通過し、再度左へカーブすると、再び南下して、久々現駅でこの先は単線になる。左手に小学校が見え始めたところから高架橋に、 なり、間もなく、本市備山線が分岐する、茶屋町駅に到着する。茶屋町駅を出て倉敷川を渡ると、本市備山線と分岐市地上へと降りる。高架から西側へ分岐した後しばらく両線の線路が、並走し、本市備山線の高架橋の下をくぐり抜けてから、通信している。その後、川を渡って、彦崎駅となり、その先は山沿いを走行するようになる。 倉敷川と、わずかに並走して、南東に進路を変えて進むと、備前片岡駅である。岡山市南区の中心部になるが、左手には、田畑が目立つ。そのまま直進して、狭間川駅、上山駅、国道三十号をくぐり、鴨川を渡ってしばらく進むと八浜駅と続く。左手に小学校が見えると、右にカーブして南下し、トンネルで峠越えをする。 緩やかに左へカーブすると、備前大駅で、周辺は、住宅地も目立つようになる。左手から徐々に、岡山県道22号倉敷玉の線と、並走し始め、右手にある留置線を過ぎると、岡山県道466号、大新行線の第一個線橋をくぐり、終点の宇野駅に到着する。かつて、宇野駅は、武光連絡線との接続駅として、 数多くの優等列車や貨物列車が発着しており、各駅にある、行き違い設備の線路有効長が長く取られていた。また、宇の駅は留置線や引き込み線などがいくつもある、広大な駅であったが、駅周辺の再開発により、その名残がほとんどなくなっている。大本駅を出ると西に大きく、カーブし茶や町駅付近から東に転じて、宇の駅を目指し、西へ大きく迂回しているが、 これは建設当時の海岸線に沿ったもので、当線より東側の多くは後世の干拓によって陸地化された土地である。この迂回を解消するため、戦後国鉄では短絡線の建設を計画していた。具体的には、大本駅から分かれている岡山臨港鉄道を国有化の上で活用し、小島湾締切堤防を渡って再び合流するもので、優等列車専用とする案であった。 しかしながら、諸般の事情によりこの計画は中止となり、岡山林港鉄道の国有化も行われなかった。小島湾締切堤防には、その計画の名残として、線路用のスペースが残されており、現在は水道管が通されている。その後本市備山線を茶屋町駅から分岐させることとなり、結果的には、明治時代に建設された西への大きな迂回ルートは、 後の四国連絡には有利なルートとなった。瀬戸大橋線の一部である、岡山駅茶屋町駅間には、本市連絡列車として、以下の列車が走る、定期列車のみ掲げる。このほか岡山駅小島駅、観音寺駅、琴平駅間に普通列車が運転されている。瀬戸大橋線は、風速が規制値を超えると、瀬戸大橋を渡る区間である、小島駅境で駅、 宇多津駅間で運転を見合わせるため、振り替え輸送で、宇高国道フェリー、または四国フェリーと接続して、本市連絡の使命になうことがあり、その場合には通常運転がない岡山駅、宇野駅間で、臨時快速、マリンライナーが運転されていた。しかし、2012年、平成24年から、宇高国道フェリーの運休、四国フェリーの減便があり、 フェリーによる振り替輸送は実施されておらず、瀬戸大橋線の瀬戸大橋風規制による運転抑止の場合は、四国直通列車は、特急が運休、快速、マリンライナーや、普通列車が、小島駅をり返し運行となる。2016年7月1日から、同年4月から運転されている2 1 3系7 0 0 0番台、LA、マラデボア、ラ、マルドボアによる、 観光列車、ラ・マルセトウチ、公設参照が、岡山駅高松駅間でも運転されていた。2017年には、岡山駅琴平駅間に、ラ・マル琴平が運転されている。船内運転列車、宇野港線の列車としては、普通列車が朝晩を中心に、岡山駅、宇野駅間で運転されているほか、日中は1時間に1本の割合で、茶屋町駅、 宇野駅間折り返しのワンマン列車が運転されている。また、金曜、土曜日のみ23時台に、岡山発、茶山地域普通列車がある。岡山駅、宇野駅間には、2016年4月9日から213、K7000 番台、LA、マラデボア、ラ、マルドボアによる、観光列車、ラ、マルセトウチが運転されている。年月以降、 岡山駅、宇野駅間での運転は毎週土曜日やゴールデンウィーク、お盆期間となっている。貨物列車は岡山駅茶屋町駅、高松貨物ターミナル駅間で1日4往復の高速貨物列車が運転されている。特急列車は軌動車と電車、普通、快速列車は電車、貨物列車は電気機関車が使用されている。 突起のない限り、JR 四国の車両が使用されている。JR 西日本の車両のほか、瀬戸大橋線の列車では、JR 四国の5000系、6000系も使用される。機動車、電車に加え客車も使用されていた。旅行連絡線に接続する快速列車及びそれに連なる優等列車については、マリンライナー四国連絡列車遠隔、瀬戸、 列車東京大四国有党列車概略も参照。四国との列車が走る岡山駅茶屋町駅間は、2001年までに、大本駅と、瀬尾駅付近が複線化されただけであり、しかも交換可能な駅の配線は、茶屋町駅を除いてどこも2線しかないため、岡山駅小島駅間で列車を追い抜くことは、事実上困難である、一線スルー配線になっている。 備前西一駅での追い抜きは可能であるが、臨時列車の運転時や列車の大幅な遅れが出た場合に限られている。これらの理由によって、運転本数増加や速度向上は大きく制限されている。それゆえ、マリンライナーでは、香川県方面への乗客と近距離の通勤通学客を一緒に乗せざるを得ず、実質4両、5両中1両が座席指定席のため乗外。 ラッシュ時には、増結ありという編成の短さもあって混雑がひどくなっている。そのため、JR 西日本と香川県、愛媛県などが出資して、第三セクター界の瀬戸大橋高速鉄道保有が2003年に設立され、一部区間の複線化工事が行われた。当初、岡山駅茶屋町駅間の全区間を複線化する計画であったが、 事業費が100億円以上もかかることから予算化、事業着手が見送られてきた。また、伏線化に関しては、香川県と岡山県で温度差があった。物理的にも、備前西市駅笹ヶ瀬川橋梁館、瀬尾駅備中三島駅間には、線路の両脇に建物が迫っている部分があり、備中三島駅の岡山よりには、伏線化構想が持ち上がる以前に完成したため、 複線化を考慮した構造となっていない、岡山県道21号岡山小島線の古線橋があるため、全区間の複線化は、現状では、不可能となっている。しかし、駅の行き違い設備の整備が進み、林間駅付近を複線化するだけでも、全線複線化とほぼ同じ効果が見込め、事業費が30億円までに削減されたためようやく、事業が動き出した。 国が8億円、JR 西日本が11億円を負担し、残りの21億円を、香川県39%、岡山県28%、愛媛県22%、高知県7%、徳島県4%で、それぞれ負担した。2007年春までに完成させる予定であったが、環境アセスメントを盛り込まずに事業を計画したり、 林前駅くく駅間にあるカーブ区間の一部で用地買収が難航したために完成が遅れ2009年1月25日より林前駅くく駅間の複線区間の共用が開始され一部列車で運転時刻の変更が実施された複線化のメリットを生かしたダイヤは2009年3月14日のダイヤ改正で実施されたこれによって 林間駅での交換待ち合わせがなくなることから、特急列車や快速列車の所要時間が1から2分短縮された。なお、瀬戸大橋高速鉄道保有は、鉄道施設の改良、保有及び貸付を行うが、第三種鉄道事業者ではない。鉄道員が、山陽鉄道から引き継いだ岡山高松航路に、川流行航路を開設した日と同日に開業した。 岡山駅、茶屋町駅、宇野駅の3駅は、JR 西日本直営駅、大本駅、瀬尾駅、林間駅の3駅は、JR 西日本岡山メンテックによる業務委託駅で、残りの9駅は無人駅。事業者名は廃止時点。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。